生成ワード、びっくりして飛び上がる猫、驚いてる、驚いてる、いい表情してますね。まさかの一番手って感じで、相当焦ってるわね。びっくりしたにゃ。生成ワード、びっくりして飛び上がる猫、2番手なのに、この驚きよう。まるで爆破されるビルから脱出したかのような。ブルース・ウィリスもびっくりのスタント。いきなりのクライマックスシーンに見ている人がびっくりしちゃうわよ。そんなわけで、没 AI 画像第23弾が始まるよう。今回も奇妙奇てれつ複雑怪奇すぎてこれはあかんとなった画像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。猫編は総集編もあるので見てみてください。またこの動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは今回も見ていきましょう。生成ワード、レーザーポインターと猫。レーザーポインターで遊ぶ猫を作りたかったんだけど、高出力のレーザーを食らっとるやないかい。しかもレーザーを食らってることを意図もしない図太さ、ある意味あっぱれ。生成ワード、レーザーポインターと猫。ズキューン。レーザーが顔をめがけてきたわ。目に入ると危ないから避けて。早く、早く。生成ワード、レーザーポインターと猫。猫ひげレーザーバリアー。なんだと？レーザーを弾いただと？って、猫ひげにそんな性能があるとは。生成ワード、顔を洗う猫。自分で洗うからやめろにゃ。そんな気持ち悪い手でやられたら、なんか変な病気とかになりそうだにゃ。ほんと、気持ち悪い手。どうなってんの？生成ワード、魚を加えた猫。お魚加えて、ない。魚に顔面アタック食らってるじゃない。え？って顔してるじゃない。そのアクセサリーもどこにつけてんの？生成ワード、魚を加えた猫。お魚加え。直前？歯がなくて、ふがふが。そこは、ちゃんと牙にしてほしかったわ。舌と歯が一体化しちゃったのかな？ふごふご。生成ワード、デブッチョ猫。コロコロに丸い猫さん。ちょっとは運動しないと、体に良くないわよ。顔にも、お肉がついちゃって。抱き心地は良さそうだけどね。生成ワード、デブッチョ猫。あらあら、こちらもまん丸と。貫禄はあるけど、動けなくなっちゃうぞ。私も一緒に頑張るから。今日、いや、明日からダイエットしようね。生成ワード、丸々猫。確かに丸まってるけど、デブッチョ猫さんよりも大変なことになってるわよ。座布団にジャストフィット。いやいや、どんな体してんのよ。生成ワード、スカイダイビングする猫。パラシュートオン。って、違うパラシュートが開いてる？猫さん、猫さん。あなたのパラシュート開いてないわよ。尻尾もびっくりしてバッグに捕まってるじゃない。生成ワード、スカイダイビングする猫。今度こそ、パラシュートオン。よかった、ちゃんと開いてるわよ。気づかなかったら、真っ逆さまだったわよ。生成ワード、スキューバダイビングする猫。装備もしっかりして、いざダイブ。何回息苦しそう。あれ？レギュレーターはどこ？せっかくの装備が意味ないわよ。酸素、酸素。生成ワード、スキューバダイビングする猫。いや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 。レギュレーターつけないとって言ったわよね。全部装備を外しちゃってどうしたのよ。え？邪魔だった？溺れちゃうわよ。生成ワード、猫の舌。さて、今回の猫の舌は、相変わらず、キモイ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 。第1弾から、進歩が全くない。おかげさまで、このシリーズが成立してるんだけど、ありがたいことなのか、そうじゃないのか。生成ワード、猫の舌。ちょうどアップ、スプリットターン。にゃははははは。そんなどやられても、前歯もおかしいぞ。これをどやれる AI さんって。生成ワード、猫の肉球。ダークアーラー、キーモーイ。もこもこだけど、集合すると。ねえ？
肉球と肉種を混同してんのかな。それにしてもキモいわ。生成ワード、猫の肉球。ギャー。ただいま増殖中、当社費2倍。って、そんな売り文句いらんわ。いつかできることを夢見るわ。生成ワード、猫の爪。爪って言ったのよ。AI さん、猫を通じて嫌な顔しないでくれる？できないって言ってんのに、なんで作らせるんだよ。って、言いたいことはわかるけど。何よ、不服そうね。生成ワード、猫の爪。イソギンチャクかな？先端から触手がニョロンと。そんな爪だったら不便でしょ？こんなんじゃ、まだまだ懲りないわよ。生成ワード、猫の爪。爪っぽいけど、虫の足みたい。そもそも、それ、人の手じゃない？新種のネイル？いろんなとこに引っかかりそうだわ。生成ワード、猫の爪。いい感じの爪っぽいのが。って、抜け殻かーい。爪だけで本体どこ行った？生成ワード、猫武将。鎧を身にまとい、いざ出陣。なかなかの手だれっぽいな。勝負は一瞬。一騎当選の力、解くとご覧あれ。生成ワード、猫武将。こちらも鎧に、兜を？被ってる割には、防御力なさそうな。あ、いや、勇ましいんですけどね。まあ、オーケー。生成ワード、芸者猫。おいでやす。いやいや、行儀は良さそうですが。どないしたん？歌を読むのん？それとも踊りにするのん？生成ワード、芸者猫。おねえ、勉強させてもらう。そないに気張らんとええのよ。ねえ、あんたもそう思うやろう？それで、三味線でも弾くのん？生成ワード、猫侍。お侍さん、立派な衣装ですね。なんぞお困りがあれば助太刀いたす。大丈夫です。ありがとうございます。生成ワード、猫侍。その格好、どこかへ打ち入りですか？なんだか物騒ごとに巻き込まれる前に、退散するとしますか？生成ワード、忍者猫。忍者の割には、ちょっと赤が目立つんじゃないですか？もうちょっと控えめな色の方が、活動しやすいんじゃない？生成ワード、忍者猫。忍。赤が増えてる。目立つ。せっかくの黒猫さんなのに目立ってどうするのよ。生成ワード、トランポリンで遊ぶ猫。ぼよん。手足がなんだかおかしいぞ。こういう時に限って、肉球がそれっぽいのはどうしてなん？生成ワード、トランポリンで遊ぶ猫。トランポリンっぽくないんですけど。もうバンジージャンプのジャンプ台？背中の毛が逆立ってるどころか、尻尾？それに高さ的に照明じゃないわよね。太陽が2つ。生成ワード、トランポリンで遊ぶ猫。もう手足がぐちゃぐちゃ。ワンちゃんの時は、そこまでひどくなかったわよ。なんで猫ちゃんの時は、こうなっちゃうの？生成ワード、トランポリンで遊ぶ猫。あかーん。どういう体勢？どういう体型？いろいろと大変なことになってるわよ。AI さん、変に動きをつけようとしすぎよ。生成ワード、三段跳びをする猫。1、2、3。いやいや、三段階の連続写真。少し浮いてるのは、飛んでいるって、雰囲気作り。生成ワード、三段跳びをする猫。行きます。って、戻ってった猫を待って。せっかちなんだから。生成ワード、猫のパレード。みんな横一直線に並んで。G 面、75かな？フル。しかも、大きさから毛色もグラデーションのように。それを飛び越して、黒猫ってのがポイントね。生成ワード、猫のパレード。今度はオセロかな？黒猫で挟んだからって、毛色は変わらないわよ。生成ワード、猫の猫による猫のための政治。最後は、一風変わって。演説する猫と、聴衆する猫たち。猫だって、民主主義。
選挙とかあるのかな。今回もキモいのから面白いのまでいろんなのがあったわね。ある意味期待を裏切らない AI さん、これからもいい画像をよろしくね。生成ワード手を振る猫、前足あるわよね。どこからその手を振ってるのかな。またアカン AI 画像を皆さんにお届けしますね。グッドボタン、チャンネル登録をして待っててね。バイバイ。